本当だね、寒いは寒いね、確かに時間との勝負。でも早く取ってもらえるなら、それか一回体温めて取って、温めて取ってとか。じゃあ、いざ。すごい、お風呂場で撮影です。ありがとう。よし、サイン書きがとりあえずできました。こんな感じ。プレゼント用のチェキです。ワンポーズにつき20枚撮ってます。うん、ではお昼ご飯は行ってきます。ずっと撮影の合間に YouTube を撮ってるんですけども、はい、その YouTube もアップして大丈夫ですか？ありがとうございます。旅館のお名前とか出ても、はい、もちろん。どうもありがとうございます。助かります。どうもありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。失礼いたします。泊まりに行きたい。楽しかった。あー気持ちいい。めちゃくちゃ天気いいね。すごい。ケンさんさ、コテ持ってる。そう、暑いから。あ、そっか、まだ入れられないからね。おお。すごいね、このカラオケスナックも。未来さん。のんびり来たいね。ここ。え、美味しそうじゃん。最高、やったー。観光気分だよ。嬉しい。そばを。一人で食べられる。そば、そう、まだ子供が、一番下の子がまだそばあげてなくて、やっぱそばってアレルギーが強いから。だから、え？どのぐらい？ 2 年ぐらいそば食べてないかも。あら、やったー！信州そばが食べられる。いい感じ、もうさ、入り口からいい匂いがする。ねえ、この店最高じゃない？すごいよ、なんかほんと、ちょっと沖縄感もあるぐらい。そうね。ね。はあ。よし。こちら失礼します。ざるそば一つ。やったー、やったー。びっくりした。それ大盛り。嬉しい。大盛りなのかな。これは普通だと思います。あ、違うよ。普通盛りだよ。私。ね、うん。うん。バイバーイ。盛り盛りいただきまーす。これ。うんうん、すごい。続いての撮影場所、学校でーす。しかも電車もある。不思議な、面白い。ここ、こんな電車もある。本物の電車ですか？動いてたやつを。あ、そうなんですね。これ YouTube で流してもいいですか？ありがとうございます。あ、ねえ、ここ。こんにちは。うわぁ。ここで撮ります。面白い。面白い。あ、あったかい。なんかもう学園祭みたいな感じになってる。あ、もう寒いから。ストーブ。まだ衣装が決まってないもんね。そうなんですよね。かけるとこも難しいね、衣装をね。わ、すごい学校って感じだね。そう、ラックが。また、着替えました。濃いめの衣装にしましたよ。お願いします。あれ、人の声が。子供の声。あ、本当だよ。あ、壊れちゃった。そう、三脚が壊れた。それって折れた。折れた。やだ。これね、二個目だね。すぐ折れちゃうな。そこが弱いんだ。まあ使いすぎ。
さあ、あと残り2着です。さらにメイクを濃くします。もう長い髪もあと数時間で終わります。さようなら。切ったら切ったで、なんで切れなかったのかしらって言いそうだけど、バッサリいきます。こうしてる間にスタッフさんは次の撮影場所のスタンバイとか撮る工程を決めてくれています。あと2ポーズ、これと、これはブランケットだけど、あとゴールドの水着です。眠くて二重幅が広くなってる。眠いこんな太かったって二重とか思っちゃってさっき見ながら、ね、眠いとさ、あと子供でずっと眠いからさ、 ずっと二重の、ね、7年一晩寝てない。そういうことなのかしら。あとまあ年齢もあるかもね。まぶたがなんか腫れぼった。うちのお母さんとか5位ぐらいになってるよ。本当？うん、まあ、もともと二重がしっかりしてる。もともとそうそう。さあできました。安木ちゃんが私サイズに、はい、水着を調節してくれました。お裁縫してくれてます。ん、今ねお裁縫してくれてたんだ。あと糸切ったら履いていきます。これで私サイズに合わせてくれています。よし、では着替えますね。うん、綺麗。ラブリー熊田です。なんと中が水着。もう時間がなくなっちゃったから新幹線で着替えます。中変態変態変態が来ました。ダウンの中水着です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。また明日お願いします。こっちだ、けんちゃん。そう、新幹線で水着に、水着から洋服に着替えます。あ、そうだね。よいしょ。そうそう、焦るとね怒られるのね。そうそう、ゆっくり大丈夫、間に合うから。安全運転で東京に戻ります。とりあえず私は、あ、いいよいいよ、もう安木ちゃん入るから。入った。よいしょ。なんとダウンの下はデレー水着、着替える時間がありませんでしたので新幹線で着替えます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。全然大丈夫だよ。ありがとう。それでは、お腹いっぱいだよっていう刺激を与えるのを早くします。
ここからお家に帰ります。皆様今日も YouTube マデワコチャンネル見てくださってありがとうございました。